やつはいいっす。おはようございます。5のつく日、朝日、旗行きます。前回2のつく日、2が特定日なんだけど、ジャグラーほぼ全回収で、スマスロとか、AT 機に振ってたんで、じゃあ5のつく日、ジャグラー結構がっつり行ってくれるんじゃないかなっていうことで。すげえ。すげえ見せ分析したよ。まあこんな感じでつけてるんですよ。2のつく日、5のつく日。2のつく日の前ジャグの合算。で、それ全部足した合算出して。で、各機種にそれ出すと、2のつく日の前ジャグはだいたいこれぐらい。ってことは一番強いのは5のつく日の意外とハッピーみたいなね。分かってくるんだけど、これはまあ全体のやつね。2のつく日、5のつく日。で、各台番ね。設定導入回数。見ると、5のつく日の219はすげえ、12回も出てるけど、213は2回しか入ってないみたいな。で、これ逆、ここは上げ。その中でも、高設定になってたやつは前日から見て、上げなのか、ちょい上げなのか、ちょい下げが末なのかみたいな。で、まあ、このお店は何が多いかなみたいな。上げ値の方がやっぱ多いな。でも末も意外にやるなみたいな。あと、前日の合算が悪い時、次の特定日出してるのか。逆に前日合算いい時出してるのか。微妙な時どうなのかみたいな。これは前からやってたんですけど、それ以上にやりました。まあこれ分かりやすく言うと、まあまず、5のつく日、8月25、高設定投入台ピックアップして、で、前日回転数、で、サマイ数、で、ペカ数。これを調べると、なんとなくだけど、回されてない台。まあこれ、黒1は一番ワースト1位みたいな。だから一番回されてないやつ。なんとなくだけど回されてない台に入れがちだなみたいな。分かってくるじゃん。で、それをもうさらに考慮して、今日狙い台、ピックアップしよう。マイジャグ209番、アイム132、136、ハッピー220、221ということで。5人いればね、多分6万、あ、じゃあ10万以上買ってるんですけどね。抽選行ってきました。10人ぐらい並んでます。4番、まあ多分取れるでしょう。マジっすか。
すがに狙い台であの挙動を見せたらまあ慕わないでしょう。ゲーム、まあ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 全然全然いいんじゃないですか。毎弱の狙い台取れなかったんですけど、それ出てますね。でハッピーの狙い台も出てます。なんか一瞬やめたんだよな。なんかめっちゃ100分の1切ってて、多分1000枚ぐらい一気に出してもう帰っちゃったんですよ。で1回開いたけどもう座られて今300ぐらいハマってますけど。でアイムの狙い台も、もう一つカードなんですけど、それもビッグ1レギュラー6とかでまあ全然ありそうな感じで、俺のも全然ありそうだけど、単レグがちょっと500分の1ですね。だからそこはちょっと気になるけど、まあでも500ゲーム以内に単レグ2回ぐらい引いたのかな。だからそういうのがあるとあり得るよねっていう、まあということで、ハマって下皿全部持ってかれましたということで、ドル箱開放します。まあいい感じで狙い台が全部出てるから、多分俺のも粘ればね。ゲームちょっときついですね。きついけどブドウがめっちゃいいんだよな。打感がすごい、まあ、いいから、なんかこっから出そうな雰囲気はしてるんだよね。でアイムがね、全体に両隣がもう1000ゲームも回されてないけど70分の1とかでビッグレギュラー1対1ぐらいの感じで来てるから、で全体的にアイムいいんだよな。まあ、最初は結構朝日中間多いからこういう風になりがちだけど、てかマイジャグの狙い台唯一209番がもう捨てられてますね。500分の1とかやって1ペカで捨てられてる、入ってないか。で奥の3台並びでもめっちゃ100分の1とかで、多分2000ゲームでそんぐらいで全部回ってるから、奥も一応狙い台全部取られたら211、13とか行こうと思ったけど、11、12、13がもったがって出てるから、その3台並びの可能性ちょっとあるな。こっから落ちてったらちょっと分かんなくなるけど、とりあえずこのゼロラインでどうなるか。さすがにきついか。いやどうなんだろうな。いやーでもどうなんだろう。ブドウはまだいいんだけど、ブドウだけで粘るのは意味わかんないな。他のアイムが良すぎるっていうのもあるし、マイジャグにめっちゃ振ってる感じもあるし、ハッピーは1台まあ俺を狙い台がいい感じ。いやーどうなんだろうな。ここで飲まれる、まあ全然ありえるけどね、設定5、6でも。まああと5プッシュ、5000円分、チョメダルでいけるから。まあやっぱり1万円はやんないとわかんないよな。さすがに、さすがに当たる気しねえけど、ブドウは、6切ってるけど、さすがにこれはないでしょう。前半良かったけどね。あとワンプッシュ、うわマジか。まあ毎弱の狙い台も外してたしダメか。ハッピーぐらいだな。ハッピーと毎弱のまあ2番目3番目の狙い台は当たってましたけど、いやマジこっから伸びることあるか。まだまあでもまあ
まだ9000円分しか使ってないから。アイムだからな、結構、ハマることあるけど、まあ、これは、連続してハマりすぎだな、さすがに。まあ、全然何でも起こり得るからな、完全確率だから。いやー、でも現金投資あれにしてプラマイゼロぐらいまでなるのかな。一旦とりあえず、チョメダル最後、投入してみよう。アイムきつ、無理だ。ちょっと今マルハン東方ビル店のジェグラ前代設定6のやつのデータ見たんですけど、アイム68台あって28台が1万円以上マイナスになってる。全然途中でガーッと下がってマイナス1万円以上になって、そっからガーッと上がったりとかしてるやつとか28台もあるんで、だから3分の1でそうなるんですよ、6でも。っていうことは5とか4だったとしたらもっとその可能性があるじゃないですか。だから今もう現金1万5000円持ってるんで、これはちょっと狙い台的に強いから、前日7日間でもう何千枚も飲んでて、昨日全然回されてないしペカ数も少ないと、結構根拠は強いから、まあ、こっから上がることを信じて現金投資行ってみるか。とりあえずプラマイゼロぐらいにはなると思うんで、1だったとしても下振れてるから。投資今、チョメダル1万円分と、現金9000円。いや、さすがにきついだろ。あれ3300円回したけど、いや、ちょっと戻って3連したけど、また300余り、すぐ300余りとかしてくるから、もう多分ないよね。ブドウは6なんだけどね、ただブドウだけ6だったとしても全然意味ないから、4、5、6以外で、ハッピーの、めっちゃいいやつ、いいやつっていうか、まあ、1000ゲームしか回されてないから、全然わかんないけど、飽きました。ワンチャンだよね。で、全然狙い台じゃないです。で、ね、ハッピーの狙い台は2つあって、1つはもうがっつり、ビッグ15、レギュラー15みたいな感じ、がっつり、120分の1とかな感じになってる。で、もう一つハッピーあっていいかなっていうので、もう一つの狙い台はまあ悪くはないんだけど、そこまでまだ出てない感じなので、ワンチャン狙い台が外れて、そう、俺が取った台、レギュラーもちょっと先行してて、まあ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 って感じ。それに、持ち玉今いくら、200枚ぐらいかな、だから1万5000円ぐらいマイナスですね。とりあえずトントンに戻したい。
1000ゲーム回したけども一個も増えてないよね。一個も増えてない、むしろ減ってる。じゃあまだギリギリ持ってるけど、いやもうこっからゆっくりゆっくり落ちていく未来がすげえ見える。で最終的にガッサン140分の1とかで終わる未来、中間だよね。あれハッピー2個もいい感じのがあるから、いや一発目のアイムでミスったのがでかいな。慣れないか。いやあのまだ110分の1だけどガッサン、俺が回し出して1000ゲームで166分の1だからね。1000ゲームで6ペカしかしてない。いやもうこのまま落ちるでしょ。なんか現金分はとりあえず現金9000円分、450枚はちょっと取り返したいわ。まずそこから17時30分、全飲まれ。残り現金、現金っていうか、全財産6000円。俺が打ち始めて相当惜しい。ただレギュラーもちょっと出てるから10の12でしょ。てかさ115ぐらいでしょ。それだけ見たら絶対ありそうだよね。ただ狙い台じゃないのかな、中間っぽいんだよな。あとブドウがめっちゃ悪い、 6.3 ぐらい。いやーブドウもついてきてれば粘ろうっていう気持ちすげーあるけどね。6以上になっちゃってたら、ま、もう良くて3ぐらいしかなさそう。こっから3の感じに合算に落ちていくイメージがすげえする。いやー6000円、もう行くしかない、行くしかないんだよ、もう。ああ行くしかない、行くしかない。長かった。
2000ゲーム。なんとかギリギリ生きた。保険金。ラスト1プッシュで、ついたな。やっと抜けた気がする。山場を。初めて俺が打ち出して合算上がったから。こっからだからどうなるかだよ。今、ビッグレギュラー1対1ぐらいで、合算115。だから、ブドウが、驚異の 6.47。やっぱありえんのこれ。これ低設定で上振れすぎてるから、ブドウでめちゃくちゃ飲んでやろうみたいな感じですか。これ天文学的な数字じゃないこれ。で、合算とレギュラーちゃんとついてるから、それで言ったらもう高設定、4、5っぽい感じですよ。てかもう6の合算は超えてるからね。それでブドウ 6.47。怖すぎるでしょ。いやもうなんとか生き延びた。いやでもなんか遊ばれてるなぁ。すげえ遊ばれてる。もう最後50枚クレジット内ってなったら当たるからね。でさっきも今も当たったから、多分ちょうどそこがゼロラインなのかな。可能性あるよね。ちょうどゼロラインでまたちょっと跳ね上がってるみたいな。ブドウがね半端ないっす。6.56 とかになってる。あの合算でブドウ割れってさ、もう子役カッター使われてんだよ。こんだけぶっちぎりで悪いとブドウが。低設定、中間、あって中間の低設定の誤爆台でしょ。えぐい引きを前任者と俺でやってるからブドウでこう調節してるみたいな。まあそれか、ブドウが悪すぎるからボーナスで光らせて調整されてる可能性もある。天文学的に悪いぞ。あとビッグ今引いたやつのみですね。だから250枚ぐらいあっても中間だから、現金1万5000円分、だから750枚ぐらい出たら、だから上皿パンパンになったらもうやめるぐらいの感じはいいと思う。いやでもビッグレギュラー1対1なんだよな、謎に。だから5とかはありそうな雰囲気あるよね。当てすぎなんだよ多分。当てすぎなの、引きすぎなの俺多分。やる。
戦。私は上がりかけてるけど、連チャン終わってまたハマりそうっすね。で、最初に打ってたアイム、まさかの合算120までいってるわ。マジで？いやもうアイムの狙い台行くんだったらもう2万以上必要じゃん。そしたら2万1000円ぐらいのメダル1000枚ちょっと超えたぐらいからグーっていってるわ。マジで。いやでも今のハッピーあーねえな。今のハッピー合算とビッグレギュラー1対1の感じはもうめちゃくちゃ5はありそうな感じだけど、ブドウがまさかの 6.5 超えてるからね。また完全に小役カッターしてんじゃん。残り1時間どうなる？なんかご褒美ある？これやってて。いやうわ耐えた。975枚投資、チョメダル500枚と、現金15,000円、まあメダルに換算すると1250枚で、回収975枚なんで、マイナス275枚。いやー、まあ、耐えたんじゃない？意味わかんなかったな。だって、ブドウ結局、やばいぞ。やばいぞ、マジで。なあ、やってるぞ、これ。4500ゲーム回して、ブドウ、6.559。うん。どういうこと？だって、ブドウだって設定1でも 6.07 だよ。 0.5 も引き終わって、天文学的値だぞこれ。これどんぐらい損してんの4500ゲームで。まあ、仮に 6.11 それでも設定1以下ですけど、だとしたら、50個差がありますね。で、ブドウ1個 7枚だっけ ?350 枚だよ。ね、設定1ぐらいブドウ引けてれば、さらに350枚あったんだよ。だからもう、ちょいプラで終われてたんですけど、何これ？あの合算でさ、レギュラー、なんか最近多い123でもなんか、こんな感じ。なってた気がする。これでなんかちょっと、調整してないっすか？これ。で、最初のアイム打ってたら、プラスでした。まさかの。ね、あそこから、ガサ122分の1まで、あれで移動しなければ。ただ、あんな移動しないやついる？根拠は多少あって、強かったけどさ、あんな、もうちょいさ、
だってこれビッグ22レギュラー29だよ。絶対あるじゃん、5以上は。でブドウも良かったから下手したら6とかまであるからね。だとしたらもう俺の引きが悪すぎるわ。俺が潰しちゃったんだよね、3300ゲームで。あー、言ってもマイナス1万とかだよな。それ以上いっちゃうと怖いよね。これ移動しないで打てるやついんの？うわー、これはすごい。最後の連チャンやばいぞ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 連してる。ほぼ50ゲーム以内に全部9連してる。やば。アイム怖いし、ハッピーだな。やっぱハッピーに救われた。ちょっと俺なんでハッピー相性いいかって分かったわ。あ、ピエロがそんななんか大々的に主張されてないからだ。あ、ちっちゃ、まあ、そう、今日で現金がなくなりました。はい、小銭はありますけど、銀行こちら、はい、うん、3円ですね。下ろせないもん。まあ、いや、25,000円マイナスのところから、マイナス6,000円までよく頑張ったよな。もうさすがに、今日はちょっと甘いもの食うわ。これあんま甘いもの買わないんだよ。アイジャグ一番狙い台は209だったんだけど、それは外れてて、で、もう一つの方外れてて、一つがもう、超6だった。ビッグ31、レギュラー51、ガサ107。まあ、あるよね、これは。確実に6だよね。で、他の狙い台、まあ、ハッピーね。ハッピーのもう一つ、ハッピー3個あったんだけど、2つ当たってましたね。だから、俺の座ったところは狙い台じゃなかったから、で、あんなブドウ悪くて、エンチャンした後ガーってちょっと下がってったから、怖かったんですよ。でもまあ、結局あるよな、あれは。5はあるよな。224、これはもう圧倒的。まあ。2時。はい。一番勝利。もう、そりゃもう、マジで。それでそうなるってことは、ああ、これ、いただきました。なんか社員旅行で東京に来てて、今日自由時間みたいな。行っていいですかみたいな。全然いいですよ、つって。朝日います、つって。よいしょ。いただきました、きびだんご。勝ちか。ね。元祖だよ。元祖のきびだんご。はあ、もうこれは、6000円分の価値あるでしょ。ね。ってことは、プラマイゼロです、今日。うん。はい。なんかうまそうな。やみつき香味だれのトロッと韓国匂いがすごいいいね。いやー、でもだからブドウ、いやー、こうやってさ真剣にこんな考えることって人生の中ないじゃん。こんな悔しいって思うこととか、いやーこれあるのかないのかとかさ、そんな考えることないじゃん人生で。それを味わえてるっていうのはやっぱりジャグラーとか、あのパチンコとかスロットとか、そういうのを味わえるっていうのは一つの醍醐味ですよね。うん、本当はね、日常でそういうのがあるのが一番いいんだと思うけど、なかなかないじゃん。日常で悔しい、あいつ、あーみたいな。いや、まだ行くよ。空はね、空はまだ行くよ。これ行っちゃおうか。久しぶりに、こちら。ガー。これはガロで勝った時に
買ったやつは今年1月に2月ぐらいガローの新しいパチンコ出た時に、それでね買ったんですよ。俺ガロー強いから。懐かしいパチンコやってた時代ね、あったね。行こう、久しぶりに。いやパチンコね、まあやりたいの最近出て、まあガンダム最初やりたいと思ったけど、時短あるんじゃいいじゃんと思ったけど、時短が600分の1っていうね。それでもやりたくなくなったね。でそもそもガンダムそんな好きじゃないから。ユニコーンのアニメ面白かったから、あれは面白かったね。ただまあ今はリングぐらいかな。まああと海物語5出たじゃないですか。あれもまだ俺初当たり1回も取れてないから、まあ人生で1回はちょっと当てたいよねぐらいかな。で今年の年末に出るって言われてるエヴァの新代やりたいね。あの新エヴァの要素が含まれた。できてます。うまそうなやつはできてます。絶対うまいやつです。野菜を取ります。ウィス、うん。